パラプンテ J リーグサッカーチャンネルです。ということで、今回、輝きと三万とというところで、鳥栖マリノスのマッチレビューですね。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、輝きと三万と、やっぱ輝きを放った選手は何名かいたよねっていうところと、でも、ちょっと守備のところで集中力欠いてたよねっていうプレーもあったんで、やっぱそこが勝負を分けたかなっていう個人的な、感想にはなってきます。非常にマイナス、ACL 明け、メンバーもちろんガラッと変わってはいるんですけれども、ただ中2日で出ているメンバーも何名かいらっしゃいました。で、一方、その選手に点も最後の方、決まれてしまっていますんで、やっぱりなんだかんだで個の力というか個人戦術っていうのがやっぱり重要かと、なんか個人戦術とか言ってしまうと、いや、個より組織だろとかチームワークだろみたいな、個に依存するべきではないみたいな声がなんか聞こえてきそうですけども、ただ、やっぱりどんなにうまく組織を作ってもですけども最後個の力でやられてしまうみたいなところもどうしてもありますし、やっぱり組織を破壊するのは個の力であるみたいなところもあるんで、やっぱ個の力ってなんだかんだ大事だよねみたいなところも感じたゲームにはなってきました。ちゅうとこで振り返りですね。やっていきましょうかね。こちら。ちゅうとこで結果1対2でマリノスが勝利となりました。鳥栖連勝ならず。いやー、先発は鳥栖は変更なし、前回勝ったんで、特に勝った時はいじらないっていう鉄則がありますんで、別にメンバーとしては問題はないし、むしろこのメンバーがいいのかなっていう感じも、正直試合開始前はしました。で、マリノスに関しては、中2日ですね、ACL の後、ACL に出たメンバーでいうと、飯倉選手、山根選手、アンロペさん、マテウスさん、この辺は中2日での先発だったんで、相当きつかったんじゃないかと思うんですけども、ただ決勝ゴール決めたのはアンロペさんなんで多分もうアンロペさんも年齢的には別に若い選手ではないんで、 ACL からの連戦、今アンロペさん抜けたらマイナス 誰が点取るんだみたいな状況にもあるんですけども、ただアンロペさん本当元気だなっていうところを感じました。で、鳥栖の先制点、原田選手のスーパーゴールですね。形としては前回の町田戦の先制点と似た形で、左でボール持って、で、右に展開して、で、前回はあそこからもう一個右にはたいて、で、クロスに鈴木大地さんが合わせたみたいな先制点だったんですけど、今回あの位置からも打ちました原田さんがあれは西矢さんですよ縦パス出したの多分パス出された原田さんもびっくりはしたんじゃないか、こんなパスが来るのかっていうところあったかもしれませんが、スピードもタイミングも非常に良かったというところで、あと原田選手の立ち位置も良かったですね。あそこでスピードのボールをしっかり止めるというところと、間で受けたっていうのは非常に良かったですし、どうだろう、原田選手的にはそのトラップがそこで理想的だったのか、それと思ったよりもずれたのか分かりませんけども、ただ結果としてはいいところにボールをトラップして、でそのまま左足を振り抜くとああいう時って結局何も考えずとにかく左足振り抜くっていうのが重要なんで、あそこで右足に持ち替えてみたいなところをやるよりも、もう思い切って打っちゃえの方が割と入るみたいな結構サッカーあるあるですよね。やっぱ利き足に持ち替えてみたいな、ちょっと時間が空いて余裕ができたら周り見るよりも、もうそのまま打っちゃえが意外と正解だったりとかすると、結構例えばドフリーで時間があってとかキーパーと1対1の場面とかなってしまうと、頭の中で右か左かどこだみたいな感じでごちゃごちゃ考えてしまうみたいな、時間がサッカーってあればやっぱりどんなにチャンスシーンとかであっても時間ができてしまうと、できすぎてしまうとごちゃごちゃ頭で考えてしまってっていうのがあるんですけども、この原田選手のシーンみたいに、もう左足振り抜けってもうそれが割と正解とか、いい方向に利き足じゃなくても利き足じゃなくてもそれが正解になるみたいなところありますし、そもそも原田選手左足の精度も高い選手にはなるんで、本当強烈な一発かますというとこでしたお見事というとこですで、失点シーンに関してやっぱ木村選手の動きですね、どうだろうか、あれはネット上ではやっぱ厳しい声が出てるのかな、個人的にはちょっときついなっていう失点シーンにはなったんですけどもあそこパスに対して反応もできてなかったし、サムネに出して3万なっていうところ、その注力不足のところはこの失点シーンにはなってきます。木村の動き出しとか動きに関してはちょっと周りが見えていなかったっていうところと、そのパスに対して全くってことでもないけども、あまりのちょっと動きとしてどうだったんだみたいな受け手側と受け手っていうか、その守備っていう意味での、受け手側っていうところを考えれば、動きにはちょっと問題があったと。ね、ちょっと散漫だったなっていうところはありますんで、そこはね、ちょっと気にしてほしいかなっていうところ、言うて京都戦も木村選手のパスミスから失点をしていますんで、あそこ山崎さんが叩かれてるね、あれで、木村さんのせいにはなんかなってないみたいですけども、あれ結構木村さんも京都戦の失点者は問題だったっていうのはね、個人的には思いますけども、それに続いてなんで、やっぱちょっと最近の木村さんが失点に絡むシーンというのは増えてんなっていう感じが個人的にはします。で、一番良かったのはなんだかんだではスリベカさんですね。やっぱりこうボール持つ場面では彼の良さっていうのは相当いきます。特に周りの選手が動いてくれるんで、スリベカさんもいろんな選択肢を持つことができる。サイドでボール持つんで、本来どこがいいんだろう。スリベカさんウイングがいいのか、それとももう一個ね、中の方がトップ下とか、ツートップの一角の方がいいか、ちょっと何とも言えんところありますけども、ザ・ウイングみたいな選手ではね、ないんだけども、でもタッチライン際でボール持ってね、こううまいこと体使いながら、対角線上にパス出すとかね、っていうのできるんで、ドリブラーとかね、ザ・ウイングみたいな選手ではないけども、ここで起点作れるとか、チャンスメイクできることを考えれば、ここで使うのもありなのかなとか、思うところもありますけど、個人的にはボランチとかでもスリブガさん面白いかなって思うんですけどもね、ボランチでも面白いと思いつつも、ではな推進力、ボールを運ぶ能力に関しては、やっぱもう一個前で見たいなとかね、ありますんで、一番いいのは433のインサイドハーフとかね、いいんでしょうけども、本当スリブカさんね、やっぱボール持った時はトスはこのスリブカさん中心にいい形でボール回っていたんで、本当保持局面となればスリブカさんはやっぱりあんだけはやるよねみたいなところは感じたんですけども、ただあまりにもちょっとマイナスにボールを持たせすぎたかなっていうところ、この試合の狙いがどこにあったかちょっと分かりませんけども、ただやっぱりこうちょっとマイナスにボールを持たせすぎたとか、最終スタッツとか見ればね、保持率的にもそうだし、なかなかセカンドボールを拾うことができずっていうのは感じて、やっぱりこう保持で力が出せるマイナスにあんだけボールを持たれすぎてしまって、攻め込まれてしまうとどっかで失点を、してしまうと、それまではなんとか守りきってきた壁というのが、やっぱノックされたらね、どんなに厚い壁であっても、あんだけやっぱ攻め込まれてボールを、供給されて前線でね、シュートまで行かれてしまうと、どっかでその壁とかね、壊れてしまうみたいなところがありますんで、どっかでもうちょっと自分たちでボール持つ時間があってもよかったのかなっていうトスの、戦い方にはなってきます。ただ2失点目をどう考えるかかな。木村選手よりも出足が速かったアンロペさんもそうなんですけども、ただこうアンロペさんが先に入るというかね、クロスの質ですよね、そもそもね。あんだけのスピードのね、ボールを出されてしまうと、正直木村選手じゃなくて、もう先に体入れた方の勝ちだよねみたいなところにはなってきますし、どちらかといえばディフェンダーの選手はフォワードの動き出しに合わせて守るみたいなところもありますんで、あんだけね、速いクロス入れられてしまって、かつアンロペさんが先にね、木村選手より出足早く前に出ると、彼であれば決めてしまうみたいな、本当にね、アンロペさん中個人戦術をどう生かすかっていうのがマリノスはやっぱりこう勝ち上がるための鍵にはなってきますんで、ある意味でね、点取りやストライカーとしてああいうボールはやっぱロペスさん大好物みたいなところがあるんで、あれは木村選手の出足がうんぬんかんぬんももちろんあるかもしれませんけれども、ただやっぱりクロスボールの質、アンロペさんの決定力よりもボールの質が良かったのかなっていうところには正直なってきますかね。ということで、ビキさんね、スリブカさんの良さが出たゲームであって、鈴木大地選手もね、やっぱりボール収まるし、富樫選手が前半倒されてイエローカードをマリノスの選手にね、出させたシーンも鈴木大地選手がそう絡んでますんでね、非常にやっぱ大地さんね、ボール収まるし、将来性楽しみから、やっぱワントップというか、やっぱ相方が近くにいた方がいいんで、ワントップ、ツーシャドウのワントップとか、もしくはツートップ向きかな、451とか、451の選手ではないかなっていう、なんとなくね、451でもいいのかな、やっぱ鈴木選手との距離感、やっぱ鈴木選手も富樫選手も、やっぱボールある程度収まるんで、この距離感っていうところは結構、重要感、特に442、3142のツートップと442のツートップって、またちょっとね、やるべき仕事が変わってきます。ますんで、この 4-4-2 の、2トップであれば前線の選手が時間作って、ウィングの選手をそこを追い越していく。で、これまではだから前線の富樫とかね、富樫選手が収めて時間作ってもウィングバックの選手がやっぱりそこ思い切って上がることができなかったっていうのも、やっぱり前線が収めてもウィングバックの選手が思い切り行き過ぎてしまうと、その背後のスペースを使われてしまうんで、ウィングバックが出過ぎてしまうとそこの後ろにはもう基本的にアンカーの選手とセンターバックしかいない。でもこの 4-4-2 システムの場合は思い切ってサイドハーフの選手がぐっと行っても後ろにサイドバックの選手もボランチの選手もいるんで、割とやっぱサイドハーフ同じウィングなんだけどもね、ウィングバックサイドハーフ、同じサイドのプレイヤーなんだけども、その背後に選手がいるかどうかで、この例えば今回でいうと中原スリーブか、この辺が思い切って前に出ることができるとかありますんで、やっぱ 4-4-2 がね、やっぱりなんかね、このチームはいいのかなとかね思いますし、監督自体はこう結局ね後ろ3枚になるしみたいなところで、4-4-2 でも 3-1-4-2 でもそんなね形としては変わってないよっていうところがあるんですけども、でもやっぱ特にサイドハーフのところですよね。中原選手の後ろに原田選手がいるとか、スリブガさんの後ろに荒橋選手がいるかどうかっていうのは結構でかい。ウィングバックでいうと、さっき言ったようにウィングバックの背後にはセンターバックとアンカーしかいないんで、攻撃に集中はできなかったんですよね。というのがあるんで、4-4-2システムであればこの中原スリブガの攻撃力は生きるかなというところ、あとは木村さんはちょっとこの試合は良くなかったなというところでございますね。はい。テトロンは以上です。以上、プロヴンテージェルサッカーちゃんでございました。よかったじゃないですか。